後藤花です。おはスタで投票してくださってる皆さん、ありがとうございます。私にとっておはスタは太陽みたいな明るい存在なので、私も皆さんにとって太陽みたいな明るい存在になれたら嬉しいです。以上、後藤花でした。バイバーイ。